アジアで最も魅力な国スリランカに投資を検討されている皆様ようこそスリランカへいらっしゃいました本日は日本から安倍首相をお迎えし日本スリランカの間で具体的なビジネスの動きがありましたのでご報告いたします、えー、三菱東京 UFJ 銀行並びにみずほ銀行と BOI との間で日本スリランカの投資促進のための覚書が承認されましたスリランカは平和を取り戻し法律が遵守されておりますまた新しい法律や規則も導入してさらに私たちの国を魅力ある投資先になるよう努めておりますスリランカは 南アジアで唯一24時間電力を供給している国ですもう一つの強みは常に最新のインフラの整備に心がけていることでございます私たちは国内全土をカバーする高速道路の整備2つの国際空港さらに国際水準の6つの港湾を整備してまいりました スリランカで工場の操業を開始されようとするお考えの方スリランカには BOI 投資委員会により運営しております12の近代的な輸出加工区があります、えー、皆様はまた輸出する際にはインドとパキスタンとの自由貿易協定を利用することができます、えー、極めて 近いうちに中国との FTA も締結される見通しでありますこのようにスリランカはとてもビジネスフレンドリーな環境にあります皆さんが投資をしやすいように心がけているところでございますスリランカでもっと投資チャンスを探してみたいとお考えの方どうぞ私に直接連絡をください どんな質問にもお答えしたいと思います皆様のお越しをお待ちしております